深夜の音楽食堂FM 横浜深夜の音楽食堂へようこそ。マスターの松重豊です。いろいろねデジタル機器といいますか、もうデジタル機器とも言わないのかな、もういろんなもう機械がどん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 更新されて新しくなって、それにもうやっぱりね、もうこの年になると必死でしがみついてついていかなきゃならないけれども、本当にままならないという今日この頃でございますけれどもね、最近その通信会社のその通信料みたいなデータ料とかも、前はなんか上限があったんだけど、上限がなくなるプランの方が安いですよみたいなことを案内されるから、あ、その方がいいんだと思って使い放題になった。使い放題になったっていうことは、散歩中にアップルウォッチを持って単独で行ってるんですね。 iPhone とかを持たずに。でもアップルウォッチも携帯の電波を使って電話とかできるシステムになってるんで、それで音楽とかも聴けるということなんでね、あ、そうなんだと思って、便利な世の中になったなと思って、じゃあ散歩中に音楽でも聴くかと思ったら、アップルウォッチがちょっと古いんで新しいのにしなきゃいけないということになりまして、それを修理しても、3万ぐらいかかると言われたんで、そのアップルウォッチを新しくしたんでね、新しくして、これで散歩中もいろんな音楽を聴けるぞと思って、スポティファイとか聞こうと思って、そしたらね、なかなかうまくいかないんですよ。スポティファイの中ではストリーミング再生とかっていう項目がねあるんですよ。あるんだけども、どうもねアップルウォッチ単独では機能しない場合があるみたいな。でもなんかね、そういうこともなんかできるみたいなことが書いてあるところもあったよなと思って、そんでスポティファイに問い合わせてみようと思ったら、そのスポティファイとかっていうのの問い合わせ窓口が、電話じゃない、チャットっていうやつでね、チャットってまたその画面が小さいのよ。小さい画面でなんか向こうがダラバラバラって言ってきたことに対してもうちゃんと書けないじゃない。でも向こうが言うことにはもうその何あなたが見たかわからないですけども、スポティファイはアップルウォッチを、フォローしてませんみたいなさ、そういう言い方をするんだよね。アップルもアップルでスポティファイのことがどうも不愉快だみたいな記事が未だにホームページの中に入ってたりするし、なんか他の2つが根強い争いをしててね、俺ら使う側としては両方を便利に使いたいだけなのに、どうも二人がいがみ合ってるから、だからそういう感じで使えないんだけどって言っても、アップルに言ってもそれはスポティファイが悪いんだって言ってるし、スポティファイに言ってもそれはアップルに聞いてくれっていうし、たらい回されるんですよね。えもうそういうのをやめていただきたい、仲良くしていただきたいし、もう僕ら使う側としてはもういろんなものの苦情の持ってき方が、どこに電話していいか分かんない、電話先も分かんないし、チャットでとかチャットいつまでできるか分かんないぞ、あんな画面で俺細かいさなんかやり取りができるなんてね、もう本当にね大変です。でもだましだまし音楽を仕入れるために、日夜、努力はしてみますけれども、できればアップルミュージックとかね、そういうのがね仲良くしていただければいいなという話をちょっとねしてしまいましたけども、最近の私はと言いますと、今ここにある機器と僕の好感度についてね、今ここにある機器ですよ、もうこれはまさにね、あんまりこういうこと言うと僕の好感度が下がってしまうんでね、あんまり言わないようにしますけども、 NHK ドラマ今ここにある機器と僕の好感度について放送中、名門大学の広報マンが次々に不祥事対応に追われるというブラックコメディ、松坂桃李君主演、私の役どころは、大学の総長でございます。この総長もね最終回に向けてどういうふうに心変わりするでしょうか。放送は土曜日夜9時から、そして引き続き昨年10月に発売された私の初の著書空洞の中身もよろしくお願いいたします。
小説の朗読&ミュージシャンの即興演奏、読み聞かせ空洞の中身 YouTube チャンネルで公開中です。そして、間もなく、暑い夏、間もなく T シャツの季節です。久米繊維さん、ね、墨田区の、老舗繊維メーカーの久米繊維さんとのコラボ T シャツ、マッチゲ T シャツ、絶賛発売中でございます。色の展開は白黒オフ白で2200円、税込み安い。これはねなかなかね本当にクオリティ、もう私保証します。これ本当に私が本当に着たくて今までの T シャツを元にしてこの分をちょっと変えたのも作っていただけませんでしょうかということを、本当にお願いして、それが実現してなおかつ商品化されたということでしてね、試しに1枚買っていただけるとありがたいかなと思います。今はね流行りの割とゆったりめじゃなくタイトフィットですので、乳首が気になる方、そういう方はねジャケットの下とかベストの下とかね、なんかいろいろと工夫してもらうと、すごく、この夏重宝するかなと思います。ぜひ、久米繊維さんの公式サイトをチェックしていただければなと思います。さて音楽食堂、本日はお便り大作戦でございます。グッドミュージックと一緒にのんびり参りましょう。今夜も最後までお付き合いください。久米です。コナー・アルバート&アリス・アウアーで See you。 サウスロンドンを拠点に活動する21歳のソングライタープロデューサーでしょう。トム・ミッシュに結構憧れてるタイプか、まあ弟分的なキャラなのかね。えサウスロンドンの地元のねえスターでしょう。トムは独学でさまざまな楽器を弾けるようになったコナーね。もうそういう子がいっぱいいるんだサウスロンドンには。8歳からビートを作り始め、サウンドクラウド上で音楽を発表、2020年にデビュー EP を発表しています。アリス・アウア、ね、ボーカルの女性は2019年にデビューシングルを発表したシンガー、2人とも注目を集めている若き才能。いいね。ねえ、なかなかパスポート持って、空を飛んで外国に行けないけども、こういう音楽の情報は、ね、コロナでも何でも渡ってきてくれるんでありがたい限りでございます。さて音楽食堂、今夜はお便り大作戦です。早速ご紹介いたしましょう。ラジオネーム菜の花さん。松重マスターこんばんは。2月に誕生日を迎えた母へのプレゼントに混ぜて空洞の中身を送りました。この間読み終えたようで電話で感想を述べていました。母のお気に入りエピソードは日給をもらうやつと脱脂粉乳の下りということでした。字が大きくて助かったわ。これ続き出るんかなとワクワクしている様子です。コロナ禍で母とはもう1年以上会えていない状態ですが、この本の不思議な読了感を親子で共有できて嬉しかったです。おそらく今は母から姉に貸し出されていることでしょう。またいつか松重マスターの新たな本にお目にかかれる日を親子ともども心待ちにしておりますと。どうもありがとうございます。ラジオネーム菜の花さん。日給をもらうやつね、脱脂粉乳のくだり。ああそうですか。お母様に気に入っていただけて何よりでございます。字が大きくて助かったね。そうなんですよ。もう字がね小さいともう大変ですからね。お母さん、ワクチン接種の、予約は取れましたでしょうか。大変です。ワクチン、もうさ、字が大きくて助かったわ、どころじゃない。とにかく、うちのお袋、ね、まあ今、二世帯で住んでるんで、下の、家にいるんですけども、ワクチン接種券、接種券、の字の小さいこと小さいこと、俺でも苦労するよ。もう本当にもうその接種券番号っていうのがあるし、そこになんかこうパスワードみたいなのも入れなきゃいけないし、でまあその接種券っていうのが送られてきても、それでその
ワクチン打ってもらえるわけじゃないから、それをね、ある日午前8時半に電話かネットで申し込んでくれって言うんですけども、まあ、電話はもうしばらく経っておかけ直しくださいって、しばらく経ったらもう終わってるだろっていうような、もう電話は全くお話にならない。ネットはこれがまたなかなか先に進まない、先に進まないっていうか、もうとにかくもうページが1個進むだけに、もうそれだけで、ただいまサーバーが組んでおりますみたいなことで、何回も何回も更新ボタンを押して10分に1回ずつぐらいに次の画面に進むんですよ。で、次の画面に進んだらもう、あのパスワード変更してくださいみたいなこと言うでしょ。最初はなんか、その方の生年月日になってますけど、それをパスワード変更する意味は何なのかよくわからない。それも英数字10桁以上入れてくれって細かい字で出てて、それをね、87のおふくろが理解できるわけがないじゃん。それで1回目の接種がどこどこの会場でっていうのを細かく選んで、で1回目の会場を選んで、それをクリックして2度目の会場が決まるまで予約は完了しませんっていうところを押したら、またそっからさっき行かない行かない行かない、次に出てきた画面がシステムエラーが起きました。最初からログインしてくださいっていう画面ですよ。ってちょっと待て、これもうここまでだいたい1時間かかってんですよ。いやいや、もうお袋はもう1回目かもね、予約取った気持ちでいるし、いやいや、これちょっとね、システムエラーでもう1回ログインしなきゃいけない、いやいや1回目が取れどうけん、あんたそれはチャラになっとるわけないよとかって、もうそこでまた軽く言い争い始まるでしょ。もう大変ですよ。もうだってね、もうやっぱこういうの本当にある程度前から分かってたことじゃないかなって思うのね。どういう人が予約するかっていうことを全く想定してない自治体の対応っていうのがね、本当に驚きましたね。いや、なんとかね、もうその日、もうとにかく1日かけて夕方にやっと予約取れました。で、とりあえず2回分取れましたけども、それは本当に58歳の息子がなんとかネット、多少はなりともね、そのアップルウォッチのことでちょっといろいろあのね、わからないことだらけで大変な思いがしましたけども、それでもやっぱりほら、一応こういうことにしがみついてる息子がなんとか予約取りましたけども、普通の高齢者は無理なんじゃないかな。本当に考えていただきたいと思いますけれども、ありがとうございました。菜の花さんには、私の著書空洞の中身のサイン本と番組オリジナルステッカーをお送りしたいと思います。また曲に行きたいと思います。これね、ユザーンちゃん、玉木宏さんね、プラスチンザドープネスさん、3人の楽しげな、ユニットの先月リリースされたアルバム出ましたね。楽しみ。これも全て、どれもいいんだけど、やっぱあえてね、夏も近づいてきたし、サマージャム95カバーね、スチャダラパーでございます。楽しみからサマージャム95カバーです。松重豊がお送りしている FM 横浜深夜の音楽食堂をお届けしたのは、ユザーン、玉木宏、チンザドープネスの先月リリースされたアルバム楽しみからサマージャム95カバーでした。これ意外とこれまんまカバーですよね。スチャダラパーのね、名曲でございますけど、もう26年も経ってるっていうね、その古さを感じません。ユザーンさん、玉木宏さん、チンザドープネスさんの3人で、2011年から断続的に活動しているユニットのアルバムがとうとうリリース。アルバム収録曲のミュージックビデオも緩くて楽しいということでね、このミュージックビデオにはスチャッダラッパーのメンバーも出ているということでございます。このアルバムもいろいろ面白いのありますんで、ぜひ聴いてみていただきたいと思います。さて、今夜はお便り大作戦ということで、続いてのお便りでございます。宮城県仙台市のラジオネーム、そらこさん。松重さん、こんばんは。我が町仙台にも甘納豆で有名なお店、十勝屋さんがあります。十勝屋さんは1982年2月に開業し、40年目になるお店で、甘納豆を中心に季節のお菓子を取り揃えていて、甘納豆はもちろんのこと、豆どらや焼き団子、豆大福も人気で、
すべて手作りにこだわられているということでした。十勝屋さんは豆の風味がしっかりと味わえる甘納豆作りに力を入れており、小豆、青エンドウ、大正金時、白花、紫花豆、栗などの甘納豆が販売されています。個人的に私はさつまいもの甘納豆が大好きで、ブラックコーヒーと合わせると何とも言えない贅沢なおやつタイムを過ごすことができますと。ほうほう、ありがとうございます。宮城県仙台市のラジオネーム空子さん。仙台ね、何度か最近行ってたんですけどもね、お土産はね、笹かまぼこばっかり買ってて、金崎の笹かまぼこが美味しくてね、季節限定のあのタケノコが入ったやつとかね、たまらなく美味しかったですね。金崎の笹かまぼこ堪能いたしましたけども、甘納豆スタッフが取り寄せてくれました。十勝屋さん、意外とねおしゃれなパッケージですね。割と甘納豆の入れ物にしてはこうこじゃれたロゴと可愛らしいパッケージで、それぞれの小豆、大正金時、白花、青エンドウ、紫花とね、大体この5色で、作られてる、お好みというのがよくありますけども、それがそれぞれ個包装になってましてね、よくある砂糖が結構多めじゃない、割と豆を柔らかめにして、豆の半生感を大事にしつつ砂糖を控えめにしてあるというね、非常によくできた神奈川が誇る、谷口甘納豆に勝るとも劣らないというぐらいの、素晴らしい出来ですね。美味しいですこれ本当に、ありがとうございました。宮城県仙台市のラジオネーム空子さんにも私の著書空洞の中身のサイン本と番組オリジナルステッカーをお送りいたします。音楽食堂、ここで一曲お届けしましょう。こちらもイギリスの21歳、21歳多いね、ソングライタージョージ・バンデンブルックによるイエロー・デイズ。独学で音楽を学び、3年かけ精魂込めてアルバムを作ったそうでございます。そんなイエローデイズの昨年リリースされたアルバム A Day in a Yellow Beats から Let You Know。 松重豊がお送りしている深夜の音楽食堂、お届けしたのはイエローデイズの昨年リリースされたアルバム A Day in a Yellow Beat から Let You Know でした。ね、21歳、素晴らしい。さて、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組のご感想や素朴な疑問質問、私への相談、つぶやき、ぼやきなどお気軽にどうぞ。質問は松重マスターに聞きたい100のことと書いて送ってください。ご紹介した方には私の著書空洞の中身のサイン本と阿部道子さんイラストの番組オリジナルステッカーをお送りいたします。甘納豆地位向上委員会への情報もお待ちしています。宛先は夜食アットマーク fmyokohama.jp です。読み聞かせ YouTube チャンネルも公開中。 Twitter、Instagram、Spotify のプレイリストも開設しています。すべて私のオフィシャルホームページ matchige.com matchige.com から飛べるようになってます。よかったら覗いてみてください。では最後にもう一曲聴きながらお別れです。今年の、一押しオーティス・マクドナルドの先月リリースされたアルバム Beats Vol.2 から Love Japan だって。 FM 横浜深夜の音楽食堂、ここまでのお相手は松重豊でした。おやすみなさい。